3, 2, 1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 ,
現実をテーマにしたニュースライブツアー2019ワールディスタがついに映像化。想像すればどんなことでもできる VR 空間でニュースと一緒に夢を叶えよう。そんな感じなんだ。これ何？どうなってんの？何これ？こっちが通常版。うん、これが通常版。これが、こうおなじみのね、このレコードタイプのでっけえやつ。これ、うん、置き場所に困りますね。このシリーズ。今まで数々のシリーズありますけど、はい。10周年からずっとこれですね。困りますね。困りますね。無駄に棚がでかくなる。本音を言うとね。で、これ。何これ？これレンズついてる、これ。わぁ。え、これ逆？あ、なんかこれ顔みたいになるね。見えてる？見えてる？見えてる？これ逆？え、見えてないな。ダイブって書いてるよ。ダイブ。え、どうなってんの？これどう？あ、これ顔こっちこう。これ組み立てるんや。顔こう、え、関係ねえか、これ。え、顔じゃないんだ、これ。これゴーグルやからさ。うん。こうなるんじゃない？あー、そんな感じか。ちょっと待って、組み立ててみよう。うん、ちょっとやってみよう。はい、組み立て方。ちゃんと同封されてましたね、これね。ありましたか。1番、うん、丸型レンズを手前にして右部分を軽く押さえながら左部分を右へ起こして立てます。この状態ね。あ、これ立てんの？この状態、この立てた状態。はいはいはい。こうなってたから、それを平べったく見せて、こうなってたやつをこう起こしてっていう説明ですね、これ。あ、1番目ね。ちょっと長ったらしく書いてるわけね。で、2番目、両手で両角を押さえながら親指で丸型レンズが2つついたパーツを起こして奥へと押し込みます。あ、じゃあ合ってたんや。あ、じゃあ今の合ってたんだ。はい、押し込んだよ。で、3個目、奥の両側にある耳の部分を内側に押し込みます。奥のってことは、これを今立てたから、うん、この奥、耳、これ、ここ、あ、そこ、ここ、ここ、そうや、上にこのチョボがある状態になってるから、うん、この二つ、この、ちょっと中心見えてない、見えてない、うん。ここですね、ここ。ここ二つを折り曲げます、うん、こう。折り曲げます。ああ、そっち側にね。ほうほう。4、まさかのスマートフォンを用意します。スマートフォン？ああ、なるほど！スマートフォンを、はい。セットして、うん。ここね、これちょっとペチャって、吸盤みたいになってるんですけど、うん、ここ本当はこうなってる。これを貼り付けると。貼り付けます。あ、そんな感じ。すげえ。お、重た。スマートフォンセットしてマジックテープで留めます。これ全部この白いとこがマジックテープになってます。これ、なるほどなるほど。これをこの状態で、すごい入る携帯が。でも、あ、いいのか。あ、いいの、いいの。このまま行って。すげえ。こう止めます。これすげえ。すごい。スマホが入った。スマホ。ここスマホですね、これ。これすげえ。この間。うんうん。これが入りました。で、あ、これ取れてる。で、あ、こっから覗くってこと？スマホ。エンジョイ。だからこう、横向いて。はい。これ。ここにスマホいますね、今。いますね、この中にね。ね、うん、ここに、います。で、ここに頭をはめます。はい。ドゥクシ。どう？ドゥクシ。うん、なんか、レンズの中身はどうなの？フィットする。なんでこれ？すごい？スマホの画面がどうなってんの？だいぶこれ、絵面おもろいな。スマホ？どうも、マコトディスタです。マコトディスタです。ようこそ、誠ディスタ。何やねん、それ。これ、でもなんだ？ちょっとね。ぼやける？いや、え？まあなんかとりあえず、何も見えない状態ではあるよ。で、この、初回版。はい。の方に入ってる ID を入れまーす。初回版に入ってる紙に書いた、QR コードを読み取ったら、うん、専用サイトに飛びました、今。今飛んだね。で、必ずお読みくださいのところを見ると、なんか対応機種とかいろいろ書いてあって。めちゃめちゃあるね。これは、まあ、古い機種使ってたら見えへんってこと。うん、でも SE からいけてるね。セカンドか。SE セカンドか。それ。新しく出た SE じゃない。あー、そうだね。ってことは前の SE は無理？
iPhone なんと7からしか書いてないよね。書い、うん、そうね。だから書いてないやつはもう無理ってことだ。もしかしたら見れないかもしれません。うん。これちょっと事前にね、確認しといた方がいいの。そうね。それかもう、今年の年末までに機種変をすることをお勧めします。見たい場合は。VR を視聴するにあたり、現在の体調は良好ですか？はい。これあれちゃう、酔うとかあるんじゃない？おー、ちゃんとチェックになるわ。チェック項目ありますね、これね。うん。で、上記注意事項並びに、視聴の流れ、VR ゴーグルの使用方法、推奨環境確認、VR 視聴注意事項はすべてご確認いただけましたでしょうか？しました。はい。おー。通信費はお客様のご負担になります。ご視聴にあたり、本映像は大容量データ通信を消費いたします。データ制限を超える膨大な通信量が発生する等の可能性がございます。なるほど。また通信環境によっては映像が乱れるとスムーズに再生できない場合がございます。データ通信の容量制限のない通信環境や高速インターネットに接続されている Wi-Fi 環境をご利用いただき、ご視聴いただくことを強く推奨いたします。Wi-Fi 環境への接続していることを確認しま、あ、されましたか？はい。はい。相当使うんだね。うん。Wi-Fi 容量ね。上記注意事項に同意する、この必ずご確認くださいってね、うん、全部注意事項を読んだ方がいいってこと。そういうことよね。書いてたのにっつってね。そう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 。お、 VR 映像を視聴する。はい。そこで ID を入れるってことや。なるほど。で ID を入れまーす。はーい。 ID とメールアドレスを入れたらこれ見れるんじゃない？これもう曲が出てきた。ああ、ほんとだ。ここから操作できるってことか。ここから押せるんじゃん。いや、そういうこと、その手なのじゃないと、入る場所画面見えんくない？うん、見えない。すごいよ、立体感。すげえ。ちょっと、一旦見てみましょう。ちょっと、ログインしてください。うおー。いってらっしゃい。おー、すげえ。行かせていただきます。押せる？うん。それで行くんや。おぉ！見たい見たい見たい！これさ、すご！同じ、同時に、同じの買った人が、同時にボタンを押してみたら、うん、同じ映像楽しめんじゃん。いや、だと思うわ。でもこれね、やばい、結構酔う人は酔うかもしれない。マジ？そんな立体？相当。それ今何聞いてんの？ワールディスタ。ワールディスタ。おお、すげえ。すげえ、これなんだこれなんだこれ。横向いて。どうなってる？違う？映像。あ、違う違う。全員見える。すげえすげえ。そんなんなん？下は？足見える？足は見えない。手見えない。違う？上違う？上違う違う。ワールディスタって書いてるわ。見たい見たい見たい。じゃあ次の曲見して。すげえな。でもこれソロあったよね。うん、いる。4人がちゃんとね、いるわ。おるんや。すげえすげえ。すげえ。ん？え？え？え？ん？何？あ、いけた。え？え？マスどこ？真っ暗なの？いや、いや、ええー。いやいや、何も見えないからわからんよ。ええー。すごいね。え？あ、マス出てきた。あ、出てきた。今は一体どういう状態だったの？一番最初の。真っ暗。あー、文字があったとこね。そう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 。なるほど、なるほど。これなんかでもぼやけて見えるな。もともとそういう感じなの。え？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 あ、こっちが本人か。こっちは映像や。
だからぼやけてる。こっちがモニターみたいな。うん。すげえ。あ、こっちに大きいマス映ってる。え、そっちが本物？いや、本物は、この辺におる。この辺？この、あれ？でも、モニターが見えてる感じ、これ。え、じゃ本物はどこ？本物はどこ？おった。おった、え、下にえ、映ってるだけ？これ。え、上にもおるよ。これが本物ですか？いっぱいいるん。すごいね、これ。さすが VR。 いや、すげえな。ということで、初回版に封入されている ID と登録するときに自分のメールアドレスを送信すれば、映像はちゃんと見れました。見れました。なので一度初回版に入ってる QR コード読んでもらって、ぜひご覧くださいませ。これ機種にあったらちょっと画質荒くなったりするかもね。ね、もしかしたら最新であればあるほど綺麗に映るかもしれません、うん、あとなんかね、思ったけどあんま近づきすぎたら逆に見えづらいってやつ。見えにくいよね。だからちょっとなんかよ、ちょっと寄り目みたいになっちゃう。そうだからちょうどはまったぐらい、はめたぐらい、がっつりだとまずい気がする。そして32ページ。ブックレット。これかなり大きいのでね。ね。いや、ほんとすげえな。写真がすごい。この大きさの写真ですので。どでか。だいぶ、でっかい写真がおります。おります。それぞれおります。毛穴が見えそうな写真が載っております。もうそこまでアップしてる、これ。顔ツルツルやな。みんな。すごない？わーでした。人はいける？こんなポストカードが6枚ついてます。いや、初回版も通常版も良かったね。これさ、すごいダイブできた。え、他の VR 映像とかこれ設置してみたら同じようなことになるんかな。あー、なるんじゃ。ニュースのこのワールディスタ以外も。でも VR 映像なんかそうそうないか。そんなに、なんかで使えたらいいですね、これね。なんかしら。そうね、せっかくね買ったんだからね。すげーわー。本日もご視聴いただきありがとうございます。過去の CD や DVD の紹介動画もありますので、そちらもぜひご視聴ください。そしてついに、マコトデイ公式 LINE ができました。概要欄に詳細など載せておきますので、ぜひそちらも友達になってね。それでは皆さん、ハバグッタイム。